キューブエンターテインメントは、韓国の芸能プロダクション。B2B、CLC、ペンタゴン、I、デラ、ライゼムなどが所属している。2008年、JYP エンターテインメントの元代表本ソンによって設立された。その際に JYP エンターテインメントの練習生であったユン・トゥ・ジュン・ヤイ・ギグアンが移籍加入した。2009年6月、 初のアイドルグループとなる5人組ガールズグループ4ミニットを輩出。2009年10月5人組ボーイズグループビーストを輩出。2011年子会社 A キューブエンターテインメントを設立し4月に同社から7人組ガールズグループ A ピンクを輩出。2011年8月から11月にかけて世界4都市でユナイテッドキューブコンサートを開催。 2012年3月、レベル、キューブ DC を設立し、7人組ボーイズグループ、ビトゥービーを輩出。2012年4月10日、ソウル志向南区西誕堂にレコーディングスタジオ、キューブスタジオをオープン。同スタジオは、レコーディングスタジオのみならず、カフェやグッズ販売、練習室も備えた。2013年9月、サイダス HQ が、 株式50.01%を取得し、キューブエンターテインメントを買収。2015年3月、7人組ガールズグループ、CLC を排出。2015年11月、ローエンエンターテインメントが、A キューブエンターテインメントを買収。その後、同社は、プラン、A エンターテインメントへと社名を変更した。2016年2月、清水道の新社屋へ移転。 2016年7月、代表の本須村が辞任を発表するも、約1ヶ月で復帰。2016年10月、10人組ボーイズグループ、ペンタゴンを廃出。2016年11月、ビーストとの契約を終了。その後、同グループは、ハイライトへと名称を変更し、アラウンド、US エンターテインメントにて活動を再開した。2017年8月、 練習生のライグ・アンリンが、ネット主催のオーディション番組、プロデュース101シーズンにを経て、期間限定グループ、ワナワンとしてデビュー。2018年5月、6人組ガールズグループ、アイデラを輩出。2018年11月、4人組ガールズグループ、エイトレイン2オータムを輩出。二千二十年二月、VTGMP が、筆頭株主となり、経営権を取得し、 一連の騒動で発生した社内紛争によって代表の本寸ン,ン,ンが辞任。VTGMP の子会社であるクブリー、代表取締役アン・ウヒョンと VTGMP 副社長のイドン・ガンが共同代表に就任した。2021年6月、8人組ガールズグループ、ライゼムを輩出。2011年に世界4都市でビースト4ミニット、 ジーナをはじめとするキューブエンターテインメント及び A キューブエンターテインメント所属のアーティストによる合同コンサートユナイテッドキューブコンサートを開催。ブラジルでの開催は K-POP 史上初の試みであった。以降も同様のコンサートを定期的に開催している。2005年8月18日に韓国で設立された。主に音楽製品の出版、制作、 ビジュアルデザイン、著作権管理を行う独立運営の音楽著作権会社である2009年1月21日に日本で設立されたミュージックキューブの日本市会社主に音楽製品の制作、開発、プロモーション、著作権管理を行っている2012年に設立キューブエンターテインメントの子会社親会社のキューブエンターテインメントは 2014年8月27日に完全子会社として買収したと発表した。2015年7月1日に設立された。iHack はキューブエンターテインメントと協力し、iHack 投資管理チャンネル、キューブはプログラムコンテンツを提供し、K-POP 文化の促進、バラエティショーの再生、会議の歌唱を専門とするチャンネルである。このチャンネルには、B2B の B2B ショー、 CLC の上等クレジデント、ペンタゴンのペンタゴンメーカー、トリプル H のトリプル H ファンエージェンシー、オンラインドラマ、スパークなどがある。2018年11月23日、ミュージックキューブとユニバーサルミュージックジャパンはアーティストや関連商品の海外プロモーションと流通のために設立したミュージックキューブの海外市会社2012年に 日本で設立された。主に親会社及び関連製品の海外プロモーション及び流通を担当。本社は東京都港区にあり、後にキューブエンターテインメントジャパンが運営して日本の活動を行っている。キューブエンターテインメントが所有する日本の現地企業。2015年10月27日に日本で設立された。キューブエンターテインメントが100%所有し、 資本金は9600万円である。日本の親会社アーティストの直接的な企画、運営を担当。本社は現在、東京都港区青山にある。2016年2月12日、代表者、パクソンスは、キューブエンターテインメントの完全子会社となることで、合意,意した。ありがとうございます。